リライズニュースの編集を務めています川名と申します。本日はソーシャルハウス宝島の上田淳様にお話をお伺いしたいと思います。本日ですね、貴重なお時間作っていただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それではですね、簡単な自己紹介から最初を始めていただいて、そこから質問の方を入っていきたいと思います。では、自己紹介、簡単にお願いいたします。よろしくお願いします。山梨県の富士吉田市というところで、地域おこし協力隊という、制度で、地域活動をしている上田淳と言います。一軒家を地域に開放した、交流拠点みたいな、場作りの事業を取り組んでいて、その名前がソーシャルハウス宝島というところです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。後ろのバーチャル背景が、その風景だったりすそうでするね。みたいですね。とても綺麗なところで。はい。それではですね、早速質問の方入っていきたいと思うんですが、上田様が描かれている夢やビジョンをお聞かせください。僕はその、暮らしにまつわるような、はい。社会課題が、本当人のつながりでだいぶ、解決できるんじゃないかなと思っていて、暮らし、みんな基本的に一生懸命、毎日必死に、仕事をしたりとか、暮らしていると思うんですけど、やっぱ自分とか、自分の家族だけじゃ、ままならないこととか、大変なこととか、がすごいある気がしていて、なんかそれはもっと、人のつながりで、頼り合ったりとか、することで、なんかもう少しみんなでハッピーになれるんじゃないかなと、すごく思っていて、なので、その可能性を信じているので、とにかく人のつながりを作ることで、暮らしの安心感につながるんじゃないかと思って、そうですね、いろんな人の暮らしが混ざるような、交流施設というか、交わるポイント作りみたいなのをしていって、みんなが幸せになったらいいなっていうところが、夢っていうか、そうですね、そんな感じです。なんか共感できる方多いんじゃないかなって今お話聞いてて思いました。こうテクノロジーが進化して何でも一人でできるとか、こう方のことはこう人に頼らないで、住むみたいなところっていうのももちろん、あったりはするんですけど、やっぱこう人とのつながりっていうのは、やっぱなんかどっかしら求めていたりとか、すごくこう必要だなっていうのを感じてる人って、いや、多いんじゃないかなと思って、すごく私は共感しました。そうですね。なんかやっぱ、もともと核家族化が進んでいるっていう、世の中の中で、コロナの影響で、それに、だいぶ拍車がかかって、生活に苦しむとか、心の不調が出るとか、不登校の子供たちがすごく増えるみたいな、ところって、やっぱり人の、顔を見てとか、人との、リアルな交流っていうその価値がなんか逆にオンラインで会えるからこそなんかそのオフラインのなんか大事さみたいなのがその逆にフューチャーされたような気がしていて、なんかやっぱその人間同士でしか生まれない素敵な作用みたいなものを、宝物だなと思ってて、それがたくさん眠ってるっていう意味の宝島っていう、なるほあれど。なんですけど。そういう名前のあれだったんですね。ぴったりそうだ。ですね。それを一緒に見つけに行こうよ、みたいな感じです。いや、私もなんか行きたくなりましたね。ぜひぜひ、ありがとうございます。ではですね、そういった夢やビジョンをこう、具現化していくのに、どのようなこう目標や計画っていうのを立てておられるでしょうか。
なんかこう、数字的な目標とかっていうよりは、まあ、とにかくその目の前の人に向き合うとか、っていうところを大事にしていて、まあ、計画的なところで言うと、まあ、こう、宝島に来る動線、来る理由とか、来るきっかけとか文脈をたくさん作っていく。で、こう、そうすれば、いろんな人が同じ場所に滞留することになるので、そこが混ざるのがすごくいいんじゃないかなと思っていて、なんか週に1回高齢者の、介護予防とか孤立の予防を目的とした、集い場みたいなのを、行政と連携してやらせていただいていたり、あとは、不登校の子供たちの、居場所づくり。まあ、フリースクールにするかどうかはちょっとあれ、現段階だとあれなんですけど、まあ、とにかくその、まあ、学校に行けないというか、まあ、行かない不登校と言われる子供たちが、家にしか居場所がないっていうのは、まあ、あまり健康じゃないなと思っていて、そういう子たちのためにこう、宝島を開放して、まあ、一緒に畑作りしたりとか、まあ、探究型の学習みたいなところができたらいいなと思っていて、そんなことを、まあ、実際にこう、不登校の子さんを持つ親御さんだったりとか、まあ、スクールソーシャルワーカーっていう、学校に、学校に、まあ、属している、ソーシャルワーカーみたいな方がいるんですけど、役職とか、まあ、そういう方たちと、まあ、そういう子供たちの居場所を作ろうっていうので、今、動いていって、7月ぐらいから、宝島を、こう、フリースクール的に、活用していったり、できたらいいなと思っていたり、あとは、まあ、宝島の隣にアパートがあるんですけど、そこを、まあ、シェアハウスみたいな形で、活用しようと思っていて、まあ、アパートなので個室が、個室、それぞれは個室なんですけど、まあ、宝島っていう共有部がついているみたいな、はい、感覚で、なんか例えばちょっとその、就職、一回こう、会社辞めちゃって、なんか再就職する自信がないとか、なんかちょっと鬱で、僕自身も鬱病やったことあるんですけど、鬱でちょっと、じゃあ次社会に復帰するときにちょっと一歩踏み出せないみたいなのとか、それこそこう、まあ、一人親で、まあ、シングルマザーの家庭で、まあ、子供が結構体調崩しがちだから、なんかすぐに見てもらえたりできたら安心だな、みたいなの時に、まあ、隣に僕がいるし、その共用部なので、で、地域の人たちもいるので、まあ、移住者の方とかもそうなんですけど、まあ、なんかつながり付きの、なんかこう、住宅というか共同住宅みたいな感じで、なんかその、一緒に過ごすのが豊かだよね、みたいなのを共感できるメンバーと、過ごせたらいいな、みたいな風に思ってます。なんか家族みたいですね。そうですね、なんか、本当カーナさんが今おっしゃってくれたみたいに、こう、血のつながっていない、血縁関係だけじゃない、こう、家族みたいなコミュニティが、本当に今後すごく必要になってくると思ってて、まあ、それが本当にいろんな、こう、暮らし周りのセーフティーネットに、なってくるなとは、実感というかまあ信じてるんですけど、100人ぐらいこう、セカンドファミリーみたいのがいたら、多分何にも困らないで生きていけると思うんですね。その100人で助け合えば。まあ、そういう、まあ、100人ってちょっと大きいですけど、30人の、そういう、なんだろうな、コモンズみたいな、関係性で助け合って生きていくっていうのは、すごく心的にも、金銭的にも、
なんかいろいろ安心するんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。本当そうだなと思いました。またなんかそう、助けてもらうってのもそうですし、自分がこう、助ける方でもなんかこう、貢献してるというか、自分がなんかこうまあ、役に立ってる感というか、そういうのもこう得れるなっていう話を聞いてて感じました。ではですね、そういった、夢やビジョン、目標計画にこう向かって、いくのに、現在どのような活動指針を持って、どのような活動をされておられるでしょうか。はい。なんかさっきの質問の時にすごいほとんどこんな、ここの答えになるようなことを話してしまったかもしれないんですけああ、ど。はい。そうですね。活動指針か。活動指針は、まあ、とりあえず一緒にいることが、何度も重複しちゃってあれなんですけど、一緒にいることだけで価値がある気がしていて、なんだろうな、その人がそこにいるとか、なんかこう、なんだろうな、メリットとデメリットの関係性で一緒にいるんではなくて、そう、利害関係とかなしに一緒に過ごすってことにすごくこう、人間味があるというか、気がしているので、なんかとにかくなんかいろんな、普通に生活してたら交わらない、人たちとかが交わることの、なんだろうな、予測できない感じとか、なんかこの前もあったんですけど、なんかまあ、もう、癌が末期で、余命が、なんかこう、宣言されてるようなおばあちゃんが、うちに来てくれてた時に、なんかちょうど、なんか人生に迷って、いるみたいな、この先すごく不安で毎日生きるのがちょっと辛いんですよみたいな若者が来て、なんかその2人が話してい、いるいて、でなんかその女の子がちょっとなんか明るいような感じの表情になって帰ってたんですよね。でまあ多分そのまあ自分はこう生きるの辛いとか、まあ20歳ちょっとで言ってる、まあその問題自体はその子にとってはすごい大事なものなんですけど、でも、そういう子が、なんか、片やこう、嫁、生きたくても、生きられないかもしれないっていう状況のおばあちゃんと喋った時に、多分何か感じるものがあったんだなと思って、なんかやっぱそういう、こう、つながりが、すごく力になったりするんだなっていうのを、実感したので、とにかくいろんな人の暮らしを混ぜたいっていうところが、まあ、活動指針としてありますね。いやー、すごい素敵な場ですね。そうですね、なんかもう僕がそれを一番目撃しているので、なんかこういう出来事がたくさん、増えるといいなと思ってます。ありがとうございます。ではですね、そういった夢やビジョンをこう持つようになった、出会いとか、そのきっかはい。けと、あとその中でのこう気づきとか感動っていうのは、どういうことがおありだったんでしょうか。はい。まあ、なんか、宝島は今で言うと、いろんな人の、まあ、第二の家とかを目指しているんですけど、一番最初の入り口は、なんかこう、高齢者福祉みたいなところから入っていて、なんかこう、街で介護予防施設が、あってですね、40人とか50人とか高齢者の方がいるんですけど、で、どんな、暮らしをしているんだろうみたいな感じで、インタビューしてたら、結構こう、暮らしに対してネガティブな発言とか思いがたくさん出てきて、まあ、やることがないよとか、なんかこう、別れはたくさんあるんだけど、新しい出会いとかはないとか、それこそ金銭的だったり、身体的だったり、まあ、介護が心配とか、迷惑かけたくないとか、
いう話が多くて、なんかそのシンプルに何十年も頑張って生きてきて、行き着く先、まあ未来の姿がこういう、なんだろう、状況になっているのって、すごい悲しいなと思って、で、もっと言うと、こう、それは自分の親とか、まあ自分たちの未来のことでもあるので、そうです今ね。の、はい、今の高齢者の現状は、なんか自分ごとで捉えた方がいいなっていう感じに思って、じゃあ、それはちょっとなんか、なんとかできないかなっていうのが、スタートでしたね。ありがとうございます。高齢者福祉で、高齢者の方とお会いするきっかけっていうのは、お仕事、そういうお仕事されてたっていうことでしょいや、まあ、地域おこし協力隊として、うか。まあ、地域課題をこう探しに行くというような、意味合いで、街のいろんなところにご挨拶に行ったりとか、まあ、どんな課題があるんだろうみたいなところで調査に行ったりとか、フィールドワークみたいなことをしていて、まあ、福祉っていうところに出会ったみたいなと感じですね。いやー、私もあの話を聞いてて、ちょっと胸がね、痛くなりました。ではですね、そういった、出会いやきっかけの、さらにこう背景に、どういったことがおありだったんでしょうか。そうですね。なんか、もっともっとというか、まあ、僕は、父が精神保健福祉士っていう、まあ、ソーシャルワーカーなんですけど、で、なんか、まあ、要は、さっきの話で言うと、高齢者がすごい孤立している、で悲しいみたいな、寂しい状態で、最後の、まあ、命をこう燃やしていくっていうのが、すごくこう、違和感があったんですけど、まあ、父が精神保健福祉士の関係で、職場体験みたいなのに小学校の時に、行った時があって、で、その時は結構僕、あんまり学校とか好きじゃなくて、まあ、言ってたんですけど、なんかこう、いじめとか、誰かをバカにしたりとか、なんかこう、留学生の子の文化の違いをこう、からかってしまうとか、女の子の発育をなんかこう、いじる男子とか、なんかそういうのに全く理解ができなくて、なんかこう、なんでそんな悪意を持って人を傷つけたりするのかな、みたいな、ふうに思っていたんですけど、なんかそれ、なんか職場体験に行った時に、まあ、いわゆる精神障害を持っていると言われている人たちと関わる機会があって、その人たちからなんか本当に悪意とか何も感じなかったし、すごくなんかまっすぐで綺麗な、心を持ってる人たちだなと思って、で、なんかこういう方たちが世の中から見たらちょっと、まあ、偏見を持たれているとか、っていうのに すごくなんだろうな、違和感を覚えて、なんか普通って何なんだろうみたいなのとか、なんかこう、そのいろんな、まあ、福祉対象者というか、福祉の対象となるような方々と、まあ、いわゆるこう、一般の方というか、の、なんか生活ってすごく分断されてるんだな、と思って、
なんかその時ぐらいからなんかもっと一緒にいれるんじゃないっていう。僕らはまあやっぱり同じ人間なので、いろんなこう特性とか考え方はあるけれども、なんかもう少し僕らは一緒に入れて、入れるんじゃないかなっていうのをすごく思っていた、覚えがあって、なんかそういうのもすごく原体験として、まあ、今の活動につながっている、いろんな人の居場所を作るとか、まあ、共生の可能性をこう探っていくみたいなところで、原体験になっているのかなとは思います。これはおいくつぐらいの時だったんですか？多分、小5か小6だったと思います。いやー、確かに、障害をこう持ってる方っていうのは、まあ、日常でなかなかこう接する機会自体が、普通に少ないですもんね。そうですね。本当に日常生活してると出会う機会がないので、まあ逆に言うとそれだけこう分断されているんですよね。ですよね。福祉の、対象者となる方は、その本人とその家族と、その福祉職の人たちしか、基本的にはなんか生活に登場人物がいなくて、それもすごくなんかこうおかしいというか、誰もがこう後天的にそういう障害を負ったりとかする可能性はあるので、なんていうんですかね。まあなんか日常的にもっとこう理解をするっていう意味でも、なんかそういう方たち、いろんな方が、まあ、同じ町で暮らしているとかっていう意識をいろんな人が持てるとすごくこう優しい世の中になるんじゃないかなと思ってますね。ありがとうございます。お話聞いてて、こういったね、悪意がないっていうところで、やっぱりお互いにこう、そう、お互いってこう分けちゃうわけではないですけど、やっぱどんな人からも、こう学ぶこととか、こう、人と人がこう出会って、先ほどこう価値になる、価値が生み出されていくみたいなことを、おっしゃられてたと思うんですけど、やっぱお話聞いてて、それがこう、どんな人であっても、価値っていうのは、こう人と人が出会えば、その価値っていうのはこう生まれていくっていう、なんかそのね、すごくこう、出会いの価値っていうのを、今すごくお話全体を通して感じました。ありがとうございます。なので、そういう、本当にこう、いろんな方が出会い、集って、そしてそこから価値が生まれていくっていう、本当宝島、でね、本当にこれからも、頑張っていただきたいなと思いました。ありがとうございます。今日は、ソシャルハウス宝島の、上田淳様にお話をお伺いいたしました。貴重なお話ですね。本当ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。